ゼッケン3番佐藤真理。一歩目1番佐藤真理。さあ、どうかな。ファンファーレだった。1分41秒1キロトップ、0秒6469刻んできました。1本目ベストタイムは佐藤真理選手、旭川明成高校。今トップに立ったチームメイト布目選手が1本目49秒75でした。ですからその差が0秒27か、0秒27のアドバンテージを持っています。女子最後の戦い、今フィニッシュ。さあ、どっちが勝った。ファンファーレだった。1分39秒36。ゼッケン105番布目あかり。布目あかり一歩目2番。どっちがトップに立つのか。100分の1秒、今度は外からがった。1分41秒80、2番手。すごい戦いだ、これすごい。さあ、続いては1本目2位の選手が見えてきました。布目あかり選手は旭川明成高校。109番平地かな子。1本目4番平地かな子。成果トップに立てるか。札幌第一高校今フィニッシュ。ファンファーレだった。2秒57の差、素晴らしい。1分41秒79で現在トップに立ちました。残り3人、小菅井聖果選手がスタートを切っています。100分の1秒差、今トップの平地選手からは100分の1秒のアドバンテージを持って小菅井選手がゴール前にやってきました。まもなくフィニッシュを迎える。ゼッケン113番前花リラ。ゼッケン113番前花リラ。1秒57。
ゼッケン106番天野光。ゼッケン106番天野光。ゼッケン114番山田優香。ゼッケン114番山田優香。ゼッケン2番かやみさき。ゼッケン102番2分の1秒の争い、これぞアルペンレースという戦いになっています。1本目10位岡田選手が今フィニッシュ、0秒17か。トップの中村選手からのアドバンテージ、1分46秒46で3番手、中村選手のトップ変わらず。東海大学附属札幌高校かや美咲選手は110番増田さくら。世間110番増田。国体でも入賞を果たしていたその茅選手が今フィニッシュ。ゼッケン109番ゼッケン108番中村理事長。120番ゼッケン120番野口美代。
その中村選手はファンファーレがスター、1分46秒43ストップ。ゼッケン112番、岡田かりん。ゼッケン112番、岡田かりん。本当にアルペン100分の1秒の戦いになってきました。野口選手が今フィニッシュ、1本目11位。現在トップ中村選手とかは1本目は100分の3秒差。野口選手1分46秒44で2番手、100分の1秒届かなかった。ゼッケン111番、朝日。ゼッケン111番、ゼッケン125番、高橋。ゼッケン125番、高橋真帆。女子ゼッケン1番、山田優太。ゼッケン101番、朝日。はい、最後のレッドを通過した、今フィニッシュ、朝日選手が今フィニッシュです。最後はバンファーレだった、1分48秒06、0秒35を刻んでトップ。今トップに立った朝日選手からは0秒